はい、どうも。今日はジャスティン・ビーバーの髪型だよね。はい、やろうか。お願いします。この間お客さんにジャスティン・ビーバーの髪型をお願いされたんでしょ。お願いされました。で、ちょっと難しかったと。そうです、ちょっと難しかった。こんな感じ。それです、それです。こんな感じのスタイルをちょっとやっていきますよ。まあサイドが結構短くてトップにちょっとこう動き立たせて動きのあるような感じ、まあベッカムヘアみたいな。もうこれ後ろとかって、まあ、外人なんで頭の形すごいいいから、もう普通に短く切っちゃって、でもうバックはなんなら全部刈り上げみたいな。でサイドの刈り上げも高めで、上の方にだけ髪が残っていると。じゃあこれちょっとやっていこう。まあ、まずは普通にセンターパートを開け取って、ブロッキングなんだけど、ブロッキングをあんまり下で取りすぎちゃうと、あ、後ろね、なんかこういうウェイトになっちゃうから、なんだろうな、サイドはだいたい目尻の延長ぐらいからこう取っちゃっていいんだけど、やっぱ刈り上げをしっかり切っていきたいから、ブロッキングは高めで OK で、こうしがちなんだけど、ちょっともうこのまま平行に取っちゃおう。これぐらい。よし、反対も同じように取ろう。まあこんな感じ、イメージは。で、ここも全部刈り上げちゃおう。で、刈り上げは、どうしようかな。もうここのある程度上は全部切っちゃって、あとはもう刈り上げ、ああ、バリカンで全部いっちゃおう。で、後ろはあんま短く切りすぎると、ちょっとね、大変なことになっちゃうんで、ここはちょっと長さ残す。ここら辺はね、もうこんなもんで OK。最初は長めでいこう。4ミリとか。4ミリとかで、上の方につなげていきます。で、ここは全然、一番上はなんか雑に残ってて大丈夫です。どうせハサミで切っちゃうかな。やっぱりここのね、ブロッキングが狭いと上の量が多くなっちゃうから、なかなかああいうスタイルになりづらいんで、しっかりブロッキングの幅はちょっと作ってあげた方がいいかな。そしたらあとは上の方だけちょっと綺麗に整えていきます。ハサミでちょっと切っていきましょう。で、後ろはこの上の部分とつないでいくんで、あんまり短くしない。よくさ、なんか後ろも2ブロックのスタイルない？あるよね。あれ、あんまかっこよくなくない？あんまりなんか、かっぱ、まあ、なんだろう、収まってればさ、別にいいんだけどさ、例えば直毛の人とかで、結構プカプカ浮いてる人を見ると、なんかカッパみたいじゃない？ねえ。あれ、別にスタイルとしてはいいのかもしれないんだけど、できればつなげといた方が、後ろはね、つなげて切った方が、頭の形もよく見えるから、基本つなげる。ただ長さによっては刈り上げるけど、もう他は全部長くしたいとか、あとは癖毛の人とかだったら別につなげなくても、後ろも全部2ブロックでも、なんだろう、収まっちゃうから、それはそうやって切る、もちろん俺もそうやって切るときはあるんだけど、基本はつなげて切るっていうのは意識してあげるといいかな。で、ここって後ろ結構刈り上げの幅取ってるけど、頭の丸みがこっからバックポイントに当たって水平になるじゃない？そっから上に入ってくると、頭の丸みがこう上にグッと入り込んでるじゃん。だからここを長く残さずに丸めすぎると、後ろからのフォルムがこういう丸みじゃなくて、こういうグリンっていう上にえぐり込んだスタイルになっちゃって、
急にツンズル天のスタイルになっちゃうから、ここは頭の丸みが入ってるところは長めに残しとくっていうのをやっぱり意識しておいた方がいい。ここはね、でこの長く残したところにこいつを合わせて切っていくから、したら刈り上げをさらにちょっと細かく切っていきます。もうここら辺は全然短くていいから、よいしょ、今はだいたい3ミリぐらいで際を切ってる。上のこの辺りの長さを作ったら下を作ってって、でちょっとここの境目を少しぼかしていくっていうのが一番効率いいかな。最初からさ、短い長さで2ミリから3ミリとかってやっていくと結構難しいんで、最初に絶対切らないところだけをちょっと作っていくかな。この切らない長さに合わせてバリカンを動かしていく。だいたいこんな感じかな。で上の部分はまず全部避けといて、後ろからこの今切った一番後ろの下の長さに合わせて切っていく。横スライスで床と平行に持ち上げて、もうレイヤーで切っていこう。ここにね、あんま重さはいらないんで、このガイドに合わせてカットしていく。でここはもうこういう風に切るんで、ベースがこういう風に丸くなってるから、ここら辺からはだんだん繋がってこなくなる。ここだけ繋がってるのは、ここだけ繋がる。まあでもここも同じようにストレートでカットしといて。だからこことここは繋がってないね。ここだけ繋がってるのは。で、まっすぐ。こういうふうにカットしていく。で、もう全部同じ位置に集めて。そうするとさ、今どうな、前の長さってどうなってる？めちゃめちゃ長くなってるね。オッケーオッケー。前の長、髪の毛を後ろに引いてくると、前下がりになるから、こういうふうに長くなるよね。で、バックから、とこういう前下がりのスライスで、バックはつながってるんで、そっから徐々に前下がりのスライスを取って、あと平行に持ち上げてきて、長いかな。全部こっちも切っちゃいます。今はアウトライン切ってる感じだね。一旦これで今全部下に引いて切ったから、上の方はねまだ全然長いんですよ。なんでこれをレイヤー入れていきます。トップ、一番上の髪の毛をぐーって持ち上げて、これありますね。今下に引き出してきたから、こういう風に角ができてるんですよ。この角を短く切っていきます。で、ここの長さはどれくらいに設定するかっていうと、さっきのスタイルでと、まあ、どうだろうな。結構短いね、この辺の長さ。はい。なんで、まあ乾かした時もイメージすると、このコームの半分ぐらいかなの長さでまずは切っていきましょう。ただこれくらい、こんな感じね。そしたらこれ前に行くにつれて、こっちの髪の毛はどこに寄せてくるべき？
後ろに寝てて。そうだね。それはどうして？前の長さを残したいので。そうだね。全体的に前の方が長かったから、後ろから切っていくんだったら、前の長さを後ろに寄せてカットしていく。でこうやってどん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 前に切り進めちゃうと前が短くなっちゃうから少し後ろに引いてカットしていこう。まあ、この場合は1個手前ぐらいの感じかな。まあ、1個手前に引いてくるとちょっとこういう風にカットラインが少しここ重たいか。頭の丸みには関係なくちょっとこう平らになってくる。そうするとこっちの頭がこっちの方が沈んでるからこっちの方が長くなるよねっていう仕組みですね。今切ったレイヤーとベースのグラデーションのその間、ここも角があるんでここも落としていきます。ここも前の髪の毛は後ろに引く引かない？引くね。そうだね。よいしょ。ただ引きすぎると結構長く残っちゃうんで、ほんのちょっと後ろに引くぐらいで大丈夫ですよ。前のベースに。ただやっぱ前がまだ長いから、ここちょっと切りましょう。まあ大体眉毛に、上げた時に眉毛にかかるかなぐらいな感じだったんで、まあ、もうこれぐらい切っちゃう。まあね、外人の髪質だからね、またちょっとこういう日本人とかとはちょっと違うと思うんだけど、まあ、イメージこんな感じかな。で、今、レイヤー入れてたけど、こっちから切っちゃったんで、ここにね、角が絶対残ってるんですよ。こいつを落としとこう。一応バックの角もちょっとチェックしておきましょう。ここね。出てくるところがあったら、ただバックはそんなに出てこないと思うんで、もし出てきたらで大丈夫です。ここら辺かな。こんな感じなんだけど、ただちょっと、まあ、今切ってみて思ったけど、刈り上げもう少しここ上げてもいいかなっていう気はするんで、今このままだと多分ここら辺がね、いらないんですよ。邪魔。だからこの段階でちょっともう少しだけ刈り上げます。こんな感じ。結構やっぱね、こうグッと内側まで入り込んでるんで、このブローキングもう少しだけ取っていきます。こうグイッとね。まあ後ろは変えずに、高さはちょうど良さそうなんで、後ろは変えずに行きましょう。んで、ここをちょっと短めに。一回これで乾かしてからまたセニング入れて仕上げていきます。はい、今こんな感じですっごいことになってるんですけど、ちょっと上げやすいようにね、前髪だけこうビュッて上げてますけど、して今質問彼からあったんですけど、日本の人でこのスタイルやりたい、うん、まあ、前回担当させていただいたお客様もそんな感じだったんですけど、うん、直毛の人だと横の髪短くしたらかなりピンピンきちゃって上げづらいと思うんですよね、うんうん、で下ろした時にちょっとさらにパカパカしてダサい感じになりそうなので、うんうん、そういう時ってやっぱ繋いだ方がいいのかなって、まあ、お客さんの髪質にもよるし、その仕上げの長さにもよるけど、今回のスタイルであれば別に繋いでも平気だけど、ちょい短くなる。これよりかは。で、あの刈り上げの長さで繋げるってなると、まあ、もしかしたらジャスティン、後ろの方、この辺はもしかしたら繋がってるかもしれないけど、この辺は確実に2ブロックで上げちゃってるから、ここら辺は短くできないんだけど、もし直毛で、やりたいっていう場合は、繋げ
ってもいいけど、つなげるとここの刈り上げを長くするか、全体を短くするで、もしくはここの刈り上げ部分と上の2ブロックの幅を狭くしてあげる、はい、ここ今結構これ3、4センチぐらい被ってる部分があるんだけど、ここを例えば1センチぐらいの2ブロックにしとくとか、はい、であればそんなパカパカしないし、多分このセットをするんだとしたら絶対2ブロックにはしといた方がいいから、そうです、うん、それかな、まあ、直毛だったら繋いだ方が確かに綺麗には見えるけど、はい、前髪をこれぐらい長くしてあんだけここを刈り上げを短くするとなると、ちょっとそういう風になっちゃうかな、はい、じゃあセリングしていこう。お願いします。もうシンプルに横スライスで入れていきます。でここは割と深めに入れちゃってもいいかな、セリング。1線目、で2線目、まあメンズなんでね、全然深めに入れても問題はないです。しっかり動きが出るように中間の深めぐらいからセニング入れていってあげましょう。でも確かにわかる、その2ブロックが浮く人はダサいよね。毎回上げてセットするならいいんですけどね、うん、下ろしとくってなると多分相当ダサくなってくると思うんで。でもそれはしょうがないよね、あのセットにしないんだったらそれはダサくなっちゃうよね。全部に対応するヘアスタイルはないから、それが嫌だったらちょっと毛先パーマかけて収めるとか、カットだけでってなるとどっか妥協しないといけない部分は出てくるから、うん、で後ろの方はもう短いんでちょっとセニングで少しぼかしていきます。こういうふうに刈り上げて、刈り上げながらこの真ん中付近もちょっとセニング入れていこう。よいしょよいしょ。あとは毛先ちょっと硬いところを両取って、毛先の硬いところを落としていく。やっぱメンズの場合はあんまり毛先とか硬いとそこだけボテって重さ残っちゃうんで、しっかり質感は入れてあげた方がいいかな、はい、でよくなんかセニングは根元から入れちゃダメですよって言われることあると思うんですけど、全然そんなことなくて、確かにワンレングスベースの髪型をオーバーセクションに根元から入れるとそれはちょっと短いけどピンピン立つけど、こういうメンズのもう全部がピンピン立ってるようなスタイルを根元を入れたところで全然気にならないし、むしろそっちの方が量しっかり取れるから、全然それは入れちゃって僕はいいと思ってるんで、まあそこはなんだろうな、ヘアスタイルによって変えていくといいんじゃないかなと思います。よし、じゃあ、まあ、ワックス、普通のワックスですね。多分日本人の男性でこの髪型をするってなるとパーマかけるか、地毛がすっごい柔らかいか、癖毛じゃないとちょっと難しいかも。じゃないとこんなに髪の毛動かないんで。そうですね、うん、なんかブルーロックにこんなやついなかった？バロー、そう、それそれバローじゃん。でもどう、なんか雰囲気、はい、近づいて、近づいたよね割と。後ろはもうこれぐらいもう短くしちゃってこんな感じかな、イメージはこんな感じ。見づらいか、刈り上げ部分がしっかりやって、まもしかしたらもっとここは人間で言うとフェードっぽい感じかもしれないけど、こんな感じで刈り上げの高さも後ろはちょっと高めで前髪がしっかり残ってる、で前下がりな感じで、レイヤーもトップの方はしっかり短めに作ってて、前にしっかり長さを残してるような、そんな感じね。なんで、まあ、これがジャスティン・ビーバーっぽい髪型
です。やっぱり最初のブロッキングとかが結構大事だから、まあ、今回この間もお客さんやった時にここのブロッキングが狭くてちょっとねなんかうまくいかなかったと思うんだけど、ここをしっかり上げて、まあ、途中でも切ったと思うんだけど、そういう風に少しなんかスタイリングするときにここちょっとなんか長いなとかあったらその時点でまあ変えてもいいから、まあ、ちゃんとあの狙った高さ幅であのブロッキングして狙った通り の, あの動き長さを作れるともっと正確なスタイルができるんじゃないかなと思います。はい、以上ジャスティン・ビーバーっぽい髪型でした。バイバイ、さよなら。